はいえー、中弘こと中、えー、中村浩二中です、えー、まあ触ってみて今いじっていろんなバリエーションのサウンドの幅が幅のある音が出るなという印象が えー、触ってみてありましたね。で太さもちょうどいいような、うん、印象があります、えー。フィルター部分はまあ触ってみてさっき触ってみて少しずつ理解し始めていて。 えー、すごいその解像度が滑らかなポイントと割とそうではなく大胆なポイントと結構パッキリ分かれててあそれはすごい遊び心も感じるし、えー、慣れてくると直感的にも感覚的あまあ狙った音が出せるように作られているし、まあ、遊び心は予期せぬサウンドを作る。 要因になっていると思だま,、えー、まあこれの前の XI ですよね XI から僕はシーケンス部分がすごいあ肉体的に操作できる機種だなと思っていたのでそこはもう本当にう突き詰めていけばいくほど。 細かい、細かいシーケンスのコラージュやったり、組み合わせだったりができるんで、それはなんか新しい、うん新しい何,何かを生み出せるマシーンだなと思っております。